サンスクエアは東京都北区王子にある複合レジャー施設である。ボーリング場やテニスコート、バッティングセンターなどのスポーツ施設のほか、飲食店やスーパーマーケットが入居する。運営は日本製紙グループの日本製紙総合開発。京浜東北線王子駅東側の十条製紙社宅跡後に1972年に開業した。建物は王子駅側から見て、 左側のビル部と右側の遊戯場部に分かれ、遊戯場部は各階2層構造の3階建てで、ゴシック建築風の戦闘場アーチがあったの窓が外観上の特徴となっている。遊戯場部1階には、東部ストアや、キー、エスカフェ、医療品店などが入る。2階は、ナムコのアミューズメント施設とバッティングセンター。3階が、ボーリング場で、屋上には、 テニススクールとフットサルコートがある。ビル部は1階に、渡見のファミリーレストラン、港町食堂茶部丸、13階に、漫画喫茶、ゲラゲラが入る。建物前の広場には、別棟のマクドナルドやスキア、花屋などが並ぶが、この広場も、かつての社宅用地であった。建物裏手には、石寺側に面した、ゴルフ練習場がある。ビルの東屋には、 ボーリングのピンの巨大なオブジェ、明治通り側の外壁の大時計には、日本製紙総合開発が運営する群馬県、丸沼高原スキー場のロゴが掲げられている。陽子発祥の地の石碑当地は、日本製紙の源流にあたる王子製紙の創業の地かつ、王子工場の跡地であることから、日本製紙の陶器場の本店所在地となっているほか、敷地内には、 用紙発祥の地の石碑が設置されている。1873年に渋沢栄一が中心となり設立された、商費会社は、工場の建設用地の選定にあたり、東京近郊で良質な水が豊富にある場所を求めて、いたが、渋沢と交流が深かった鹿島方二代目、鹿島岩造による入念な調査により、東京府北豊島郡王子村に設けることが決まった。 工事は1874年9月に着工。英国人ギシチースメンの指導のもと、鹿島法が工事を受け負い、翌1875年12月にレンガ作りの工場が竣工した。1889年には隣接地に第二工場が竣工、翌1890年には事務所棟が竣工、後に石寺川を挟んだ対岸に電気工場も設けられた。 しかし1945年4月13日に、米軍の空襲を受け工場が全焼。翌1946年1月15日に、復旧工事の中止が決まり、王子工場は閉鎖された。1949年8月、過度経済力集中排除法に基づき、王子製紙は解体され、王子工場の敷地は新たに設立された十条製紙に引き継がれた。現在、 洋酒発祥の地の石碑がある場所が旧正門でゴルフ練習場にあたる部分が第一工場、サンスクエアビルにあたる部分が第二工場及び事務所棟の跡地となる。電気工場跡には1950年に正式年間が設立されたが、首都高速中央環状線の建設工事に伴い1998年に飛鳥山公園に移転した。 洋子発祥の地の石碑は1953年に十条制止により、創設80年を記念して建立された。その後市の博物館の敷地内に移設されたが、紙の博物館の移転に伴い現在の場所に再度、移設されている。ありがとうございます。